皆さんこんにちは。カード目だけで歌ってみたミッチーです。さて本日はウィザーズオブザコースト社の提供でお送りしております。今日なんですけども、4月21日公式発売の機械兵団の新軍、こちらのジャンプスタートブースターを使った対戦動画をお送りしていきたいと思います。対戦してくれるのはこの人。どうもミッチーです。よろしくお願いします。は？え？いや A じゃなくてさ、え？俺が？俺と対戦すんの？違う違う、厳密に言うとお前はカード名だけで歌ってみたのミッチーでしょ。俺はミッチー、もうただのミッチー。10年間音楽ばっかりやってきて、そのマジック・ザ・ギャザリングだっけ、それに関しては完全に初心者のミッチー。だからお前が束縛なきテレパス・ジェイスやとしたら、俺はブリンの振動・ジェイスなの。わかる？お前初心者やのにゴリゴリマジックで例えんなよ。じゃあわかった、お前がやとしたら俺がで、やめろ、他作品で説明すんな。っていうかさ、こういう時って例えば知り合いの MTG YouTuber 読んだりとかいろいろあるやん。俺だって2年間の活動でいろんな人と繋がってきたわけやしさ、なんでよりにもよってお前なん。いや、じゃあ言わしてもらうけどさ、2年間ほぼカード名だけで歌ってみたの動画しか作ってないお前と、普通の対戦動画撮りましょうって言われてわざわざ京都まで来てくれる YouTuber の友達おるんか。っていうかお前は普通の対戦動画が撮れるくらいその人らと仲良くなれとるんか。もっと言わしてもらうと、カード名とにらめっこしてる引きこもりのお前に友達なんかおるんか。はよ対戦始めようよ。オッケー。というわけで今回はジャンプスタートブースターを使って対戦していきたいと思います。対戦する前にお前に質問なんやけど、マジックのルールをある程度把握できてる初心者が次にハードルになるものって何やと思う？デッキを作ること？その通り。カードを揃えることもそうやし、デッキを構築すること自体もセオリーを知らんうちは結構難しいのよ。ほんでこれって構築フォーマットだけじゃなくてリミテッドにも言えることない。リミテッドって確かパックから出たカードだけでやるってやつやんな。そう、構築フォーマットと違って使えるカードが限られてるから、これはこれで面白いんやけど、それにしたってある程度の知識がないとリミテッドは初心者に難しいのね。でもさ、ルール覚えたんやったらすぐにでもゲームは楽しみたいやん。まあ確かに。そこでこのジャンプスタートが役に立つのよ。1パックの中には基本土地を含めた20枚のカードが入ってて、必ず1色に統一されてる。これを2パック組み合わせると1色もしくは2色の40枚デッキ、これがいきなりできちゃうのよね。なるほど、それやったらデッキ構築で悩む必要がないな。そう、基本土地もすでに入ってるから土地を何枚入れればいいのかってことも気にしなくて済むし、同じ色でもテーマが2種類あることによって毎回同じカードばっかりで飽きるってことも起きづらいね。で、レアカードもセット全体からランダムなレアもしくは神話レアが1枚ずつ入ってるから、たとえ同じテーマやったとしても違った対戦が楽しめるってこと。おお、それなら初心者も安心よね。じゃあ早速好きな2パック取って対戦していこっか。俺はこの2つでいきます。じゃあ俺はこの2つ。緑の強化と青の尽力でした。じゃあそれ合わせて。はいはい、デッキ完成。楽。ちなみに僕は白の同胞と黒のステイシーでした。じゃあこれ使って対戦していくか。 10 minutes later。 なんか時間飛んでない？時間が飛んだと感じるほどにサクッと対戦できるってことやな。お前うまいこと言って編集から逃げようとしてるやろ。まあまあまあ、アップキープに不連続性打たれたと思って勝手に人のターン終わらすな。っていうかお前やっぱり初心者ちゃうやろ。はあ、まあいいわ。で、触ってみてどうやった？いやー、すげえ手軽に対戦できていいねこれ。でもさ、ずっとこれでやってるとさすがに飽きるやん。その時はまた別のジャンプスタートを用意する感じ？そう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 。そうするとまた違うデッキができて新鮮なゲームが楽しめるやろ。なんなら他の好きなブースターからカード足してもいいしな。試しにじゃあこの機械兵団の新軍のセットブースター一つずつ抜いてやってみるか。お、いいね、やるやる。 10 minutes later。 お前またやったな。あかんで、ちゃんとカウンター構えとかんと。ウィザーズさん、俺じゃなくてこいつ怒ってください。その頃には俺はもうフェイズアウトしてるけどな。もう俺の負けでいいよ。で、2回対戦してみたけどどうやった？いや、面白かったよ。まず対戦までのハードルが下がるのがいいよね。あとこれは対戦してと思ったことやけど、上級者の人とやるときにプレイングの差はあるにしても使ってるパーツの強さはほぼ一緒やから、結構白熱した試合になるよね。初心者やとどうしてもワンサイドゲームよりかは均衡した試合の方が面白く感じるから、ゲーム続けたいなーって気持ちにさせてくれた。まあこれ何回か続けてたら慣れてきて早く自分のデッキ組みたいなーってやる気が出てくるかも。ナイス感想。じゃあここで同じくジャンプスタートブースターを使って遊んだ人たちにインタビューを取ってるので、ちょっとそれを見てもらいましょう。
ジャンプスタートやってみての感想っていうのは、遊びやすいっていうのがあって、特にまだ始めたばっかりなので、そのままデッキ作れて、他の人とすぐできるっていうのは、体験としてはすごくいいものだなというふうに思っています。カジュアルにできるっていうあたりが魅力を感じたので、ジャンプスタート使ったイベントがもっとあってもいいなと思ったし、さっきちょっと話したのは、これで構築デッキみたいなのを作って、それで戦い合うみたいなイベントがあってもいいんじゃないかなみたいな話をしていました。遊んでみて、意外とダイナミックに戦えるなって。あと勝っても負けてもわははというのが一番大きいですね。そうですね、まだデッキを構築するということが難しいので、ジャンプスタートみたいに気軽に遊べるものは本当に楽しくて、そこがいいなと思います。ちょっと私あんまりちょっとデッキ構築が得意じゃなくて、時間かかっちゃったりするんですけど、もうすぐパック開けてすぐもう組み合わせるだけだったんで、マジックも初心者の人でも楽しめるような、もう素晴らしいパックだと思いました。 ありがとうございます。その言葉は聞きたかった。そうですね、やっぱり初心者にも始めやすいっていうのと、気軽に楽しめるっていうところがとっても楽しかった。それめちゃめちゃいいですね。でマジで究極両手柄だと思います。めちゃくちゃ面白かったです。まずめちゃくちゃ面白くて、やっぱりそのすごい手軽に、2パックで、デッキができて遊べるっていうのが本当手軽でいいなっていうのがまずあって、誰とでも遊べるっていう商品だと思うんで、すごく僕は楽しかったです。はい、ありがとうございました。というわけでここでジャンプスタートの良さをもう一度まとめると、1つ2パックを組み合わせるだけでスナック感覚で対戦できるから慣れてない初心者にも優しい。2つ、普通のリミテッドと違って色の選択の時点からランダムなので経験者も楽しめる要素がある。3つ、遊ぶ2人に経験の差があったとしてもパーツの強さが揃ってるからティーチングをしながら白熱した対戦が楽しめる。4つ、レアもしくは神話レアもちゃんと入ってるから遊びながらカードプールを増やすことができて初心者には嬉しい。こんな感じかな。このジャンプスタートがセットごとに発売されてるってのはありがたいことよね。どのタイミングでマジックに飛び込んでも置いてけぼりにされない仕様になってるってことやもんな。お、わかってるやん。皆さんもぜひジャンプスタートブースターでマジックを始めてみるのはいかがでしょうか。それじゃあ今日はこの辺でありがとうございました。なあ、最後にお前がわかってないこと一つ言っていい？何？お前ずーっと一人で喋ってるで。ジャッジ。モダンなムードで満たして二人の目が染みつけてさ、これが僕らのスタンダード。ヴィンテージ感かもし出してリンゴをかじればパイオニア。僕らのターン。